習近平が飲食の無駄を批判、中国にまた食料危機到来か。 新華社通信は8月11日2つの重大な記事を発表しました記事の中では習近平氏が飲食の浪費をやめ節約の生活習慣を育てるよう重要な指示を出したのでまた党の氏から何げなく誰か知らん晩中のさん、流々みなしんくなるをという有名な文章を引用し食べ物の浪費をやめようと提唱しました習氏が最近吉林省を訪問したことで中国共産党中京が洪水後の 中国の食料危機を懸念していると思われがちですが今では飲食の浪費を食い止めるという彼のさらなる呼びかけがこの懸念を裏付けているようです実際今年の3月から番組内で「土」「水」「火」「風」「バッタ」の食料危機と呼びかけており今年の後半特に第3四半期以降中国ではより深刻な食料不足つまり食料危機が発生する可能性があると注意喚起してきました主な原因はいくつかあります 1, 1肺炎流行で春の農作業に影響2異常気象が中国南西部と東北部の穀物生産に影響を与える3中国河南部の洪水で長江中華流域の食料生産が壊滅。 4つまじろくさよ島が猛威を振るう5バッタが襲いかかり全国に災害が広がる6役人が腐敗していて各地で食料が在庫不足7世界中に伝染病がが蔓延し各国の食料生産が激減これらの問題は現在皆さんにもはっきり見えたでしょうか中国共産党メディアは最近夏の豊作中国の丼は安泰などと繰り返し宣伝していますが中国のさまざまな 災害の深刻さを見れば、これらの方策は、毛沢東の大躍進の時のいわゆる、一世あたりで1万金を収穫、重したものに過ぎず、中国共産党内の嘘と詐欺以外の何者でもないのではないか、という疑念を抱かせてしまいます。特に、中国共産党のメディアは、夏の穀物の収穫を宣伝していますが、彼らは、食料安全保障に重点を置いている、という信号を送り続けています。 この一見矛盾する宣伝方法は、実際には一種の中国共産主義の特徴の世論の下敷きです。真の意味は中国の食料供給は逼迫し始めており、誰もが厳しい生活に備える必要があることが明らかになったのです。 例えば、中国当局は先日、洪水の影響で豚肉が需要不足に陥ったと発表したばかりで、今年7月には豚肉の価格が1キログラムたり57元、870円以上と 85.、85.7%も全面的に上昇し、卵の価格も1ヶ月で34%も上昇しています。 中国共産党当局は農家に耕作放棄地の再生を強制し食料生産をできるだけ早く増やすことを望んでいると報告されていますが中国は台風シーズンに入り疫病の流行は依然として再発の危機にあります。 さらに国連は今年世界史上まれに見られる大飢饉になるかもしれないと警告していますしたがって中国の友人に今回の食料危機の警告を無視せず念のために穀物貯蔵の準備を検討するよう呼びかけたいと思います